ボレスワフ一世は、サンドミエ子公、マゾフシェ北部の公、マゾフシェ全域の公、マゾフシェ公コンラト一世の長男、母は、ノブホロドシーベルスキー公、スビアトスラフの娘アガフィア。ボレスワフは若い頃から、父の政治的野心の駒として働き、1227年に、叔父のレシェク一世が死ぬと、ボレスワフは、父に随行して、マオポルスカに赴き、 クラック不幸の地位を父が得られるよう、クラック不幸の思想と交渉している。しかし、クラック不幸の座は、ジュハクフのビエルコポルスカコーブアリスワフ賛世の手に渡った。この失敗にもかかわらず、父からドブジンなドビスウォンの要塞と、その付属地域を与えている。1229年、父はトシラドムなど、サンドミエシ広告の一部を獲得したが、 ボレスワフはこの地域を譲られた。ただし、ドブジンなどビスウォンと引き換えるのが条件で、この地域は、ボレスワフの下の弟シェモビト一世の領地となった。1231年、ボレスワフは、父や弟たちと一緒に、ヘウムの地方に、ドイツ騎士団を招いている。また同年、ブワディスワフ三世が没した際に起きた、クラックフコークライの争奪戦において、ボレスワフは、 行為を得ようとする父を支援した。しかし、翌1232年、クラクフ行為を得た、ブローツワフ公、ヘンリク一世は、プロイセン人を利用して、マゾフシェに攻め入り、コンラト一世に、クラクフ行為を諦めさせた。さらに、ヘンリク一世は、ボレスワフの領地を奪い、サンドミエシュ公国全域を支配するようになった。サンドミエシュの領地喪失の埋め合わせとして、 コンラト一世は、ボレスワフに、シェラツを中心とする、マゾフシェ公国の一部を譲った。1234年、ボレスワフは、シェラツを父に返す代わりに、マゾフシェ北部を与えられた。シェラツは、マオポルスカに接しており、父が、クラクフ行為を狙う上で、戦略上重要な地域だったのである。 その後しばらくして、ボレスワフは、プルーセンジンやルーシ諸侯と交戦状態に陥り、ドロヒチンにドブジン騎士団を呼び寄せている。1238年には、ハールイチボルイーニ大公、ダヌイーロを呼び、リトアニア大公ミンダウガスに対する戦争に参加している。1241年、クラックフ公であったギフのヘンリック二世がレグニツァの戦いでモンゴル軍に殺されると、 ボレスワフは父が占領に成功したクラクフ公国に駐屯する役目を負った。しかし2年後の1243年にはクラクフを追い出され、こんなと一世はポーランド君主の座を失うことになった。1247年に父が死ぬと、ボレスワフはその権力を引き継ぐことになった。父の遺言で、ボレスワフがマゾフシェ公国の大部分を相続した。 兄が父の両国の大半を与えられたことが面白くない、自定の悔やビ効果ジミエシュ一世は兄に攻撃を仕掛けた。ボレスワフ一世は広告を相続して間もない1248年の春に死んだ。1234年にヘンリク二世の長女、ゲルトルダと結婚したが、ゲルトルダは子供を産まないまま10年後の1244年に亡くなり、 最初の妻の死の2年後である1246年に、ルーシュのベルズ公、アレクサンドルの娘アナスタシアと再婚したが、彼女との間にも子供を授からなかった。遺言で医療のすべてを算定、シェモビト一世に譲ったが、この遺言は、カジミエシュ一世の存在を無視した内容であり、カジミエシュ一世とシェモビト一世との間で、争いの起こる原因になった。ありがとうございます。